で第、2の3になるんですかね。12月17日の2の3というやつですよね。でこんな感じにしたんですけど、ちょっとここら辺がちょっとなくなってるのが、まあこれはこれでもいいんだけどっていう感じなんですけど、まあ救命臭で、救命臭で、ポリグループアイランドみたいですね。でちょっと下げるというやつですね。いや、こういうちょっとへこんだやつが欲しかったんですよ。でまあ例えばこれでディバイドですよね。ディバイドかけるとこんな感じになるんですよね。まあ、なんかちょっとようわからんのだよっていう話ですよね。でこの SMT まず切るんですよ、一回。それでディバイドかけるとこのままなるから、それでもう一回 SMT を、アクティブにしてディバイドかけると、こんな感じですよね。まあ今のロボットによくあるのかもしれないですけど、まあ靴とかありそうですよね、こういうのね。まあちょっとこういうのもあるんですっていう感じなんですけど、いや、あるんでしょうねという感じかな、どちらかというと。でまあちょっとここら辺に角を前作ったんですけど、まあここに、まあ、私は角が大好きなのでということにしておいて、でこれならいけるんかな。まあこれですよね。なんかこっちになんかひよって出てたような気がするんですけど、なんかウサギみたいな部分がなくなっちゃったな。まあこれですよね。これを、ね、まあちょっとサブツール、でもなんかここら辺になんかあったような気がするんだけどな。捨ててしまったのかな。なんか耳みたいなの作ってたんですよね。いつの間にか捨てられてしまったパーツがあるんですよ。まあまあどうでもいいや。え、これこれ同じようなところに持ってきたいですよね。これなんかこれでどんどん位置は変えられるらしいですよ。でこれも頭で近くに持っていくと具合がいいんですけど、でこれでまあとりあえずコピーでペーストですよね。で、ギズモ、こういう時はギズモが楽なんですよ。でまあここら辺かな。であたりですよね。まあ微妙は微妙なんですけど、でここら辺をとりあえずマスクをかけてムーブにして、でここら辺かな。で、まあちょっと頭部がでかかったからもうちょっと小さくしようかなっていう感じですね。形状がこれもなんか微妙な感じなんで、これをちょっと、
いじっていこうかなっていう感じなんですけど、まあちょっとムーブにして、形状をいじっていく。だから計算、あの図形遊びが好きな人は Z モデラーはちょっと受けるのかなとは思ったんですけど、なんていうんですか、あの計算好きというか、あれですよ、折り紙とか好きな人は受けるのかなって思ったんですよ。まあ、ポリゴンの加工なので、折り紙に近いですよね、どちらかというと。言うほど細かいポリゴンでないからできるっていうやつなんです。これはだから細かいより粗い方が比較的あれですよね。こういう作業は楽だと思うんですよ。まあこういう作業は地道なので。これ一回捨てて作り直すという方法もあるんですよ。だからここら辺ちょっと邪魔くさいなという感じになってきちゃったんで、あれですよね、ポリゴンも一回ここら辺まで戻してですね、旧メッシュで盛り上げていこうっていう感じですよね。ね、どうするんですかって言ったら、だから旧メッシュで盛り上げてくるんですよ。で、いらないところをまず隠しますよね。こんな感じに隠すんですけど、ここら辺、これで消えたかな。いらない部分をまず消すんですよ。で、ジオメトリーで、出るヒドンで、クローズホールズにするとこうやって作ってくれるんで、この部分がちょっといやらしいはいやらしいんですけど、だからこのところを、ね、ズームで、ここのところをまあだから どうしようかな、まあ Z モデラーに戻ってまたこのメッシュですよね、部分をまあデリートですよ、デリートにしてどこ捨てていくかっていう話なんですけど、まあ、とりあえずここら辺を、あれ、え、何今の、あ、線を消すっていう手もあったんですかね。デリートエッジ、デリートエッジ、デリートエッジ、あ、で、無理だ。あ、ここで、これでもいけるのかな。デリートでシングルポリで、これが消えないんですよね。なんで消えないんだろうな。シンメトリカルじゃないって書いてあるな。あ、これがあれなんです。左右非対称になっちゃうんですよね、時として。これがダメだ、ね、理由はそれです。
これが左右で一緒にならないんですよね。クローズホールズの時にクローズホールズにするとなんかこんな形状になるんですよ。まあしょうがないからこの時はトランスフォームでシンメトリーをまあ切るしかないですよね。で、これでクローズホールズだからこれがあのポリゴンのやつが左右対称じゃないってことか、困ったな。これあのいい方法はとは言い切れないんですけど、あのもう明らかにそうしか生成しないよっていう形状にするしかないですよね。それの一つがあのこれをまあ伸ばしておくんですよ。こうするともうこれしか生成しない場合あるんですよね。ダメだったな。でそういうのが どうしたらいいのかなって考えてる時はあったんですよね。あれ？え、何これ？これでいけるのかな。クローズホールズ。で、ここが問題ですよね。これが、これはできるのか。これがよくわからない。いろいろなんかやった記憶があるのに、これはシンメトリーじゃないっていうことがよくわかんないんですけど、で、どうしようかな。これでも消えないんですよね。これでクローズホールズ。こうなってくると、あ、まあ、なんていうんですか、デリートエッジ、こうなってくると、あのこれがなんでこうなるのかな。あ、これでいけるんかな。いやだからこれいけるとこ探せばパズルになっちゃってるから、これで同じになりましたね、大体ね。いやだからこれ、いやちょっといい加減にしてほしいなとか思う時があるんですけど、でまあここまでなったら、あれですよ、トランスフォームで多分いける、シンメトリーがいけるんですよね。でもうこれここに線入れたいんですよ。だから線をここに入れるにはどうするかって言ったら、もうこれこっちに、こんな感じにしたらいけるのか。それでデリートポリでクローズホールズですよね。そうするといけるの、これこっちもこんなになるんですよ。でこれはこのところをデリートエッジはある、これはできるんですよね。ここはできるのか、ここはできるのか、できますね。
で、こういうことをやってたんですよ。そしたら頭が熱を持っちゃったんですよね。で、まあムーブにして、まあ形状を単純な形状にするんですよ。まずは。いやだからリトポがないんでちょっと適当に考えてやってくれっていう。いやリトポなんかすごい難しかったんですよね。できなくはなかったんだけど、線を貼るのがなんかよく分からなくて、もういいやってこれでやってるんですけど。でこれで平らにすると具合がいいんで、でこれでポリグループですよね。でこれが選択されたんで、これで旧メッシュで、ポリグループアイランドですよね。ポリグループアイランドで、まあこうなったら、こういうふうに出せるわけですよ。でマスクをかけますよね。で、ムーブでギズムを出して、これここら辺かな。でまあこんな感じですよね。で、またエディットに戻って、また旧メッシュなんですよね。で、マスクをかけて、またムーブを出して、まあどこでもいいとは思うんですけど、ここら辺かな。で、キューッとこう曲げるんですよね。で、またエディットに戻って、旧メッシュですよね。で、またマスクをかけて、マスクかかったのかな。でまあちょっとまあギリギリどうとでもなるというやつなんですけど、まあそれで縮小をここでかけると、まあ小さくなるっていうやつですね。これなんか原点に追従してるんですかね。まあ、この8つのみたいなやつを作ろうと思ってるんですけど、でまた戻って、もう18分か。あ、これ、まあ、これまたこんなのになってきてしまったから、なんかちょっと可愛いキャラが出てきたな。可愛いキャラが退去してやってきました。いやいや遊んでる場合じゃない。いや、なぜこれを作ってるかっていうと、年賀状に使おうかなと思ったんですよ。年賀状、今年は何、虎でしたっけ？あ、来年は。虎にならんかな。ファイルじゃなくて、レイヤーで、これを、まあ、クリアすると消えるので、1個出して、エディットですよね。で、で、またここから旧メッシュでこうやって引っ張って、まあこのあたりはマスクですよ。それでまたこれなんか関係あるんですかね、これ。で、場所をまず移動して、
応。もうちょっとこんな感じ、こんな感じ。まあイメージ的にはこんな感じでしょうね。だからもうこれできないみたいなこと言われたから、できるやつでやってくれって言われた。これで昔はもっと簡単にリトポできたって聞いたんですけど、ちょっと、うん、それだいぶ昔のやつなんじゃないかなみたいなって言うておったんですよ。これのが合ってるんじゃないのみたいなこと言い出して、なんか知らんとは言うてないんだけど、いやできないっていうことはなかったはずですよね。これ作った人はできるんですよ、これが。で、なんかできるはずだから、あ、しまった。トランスフォーム、あれ、これが、まあ、これもここまで来るとちょっと厳しくなってくるんですかね。あれ、なんかバグだったのかな。バグだったのかな。あれ、バグだったのか。バグが起きていますね。なんだからこれ先端尖らしたいのは、尖らすこのとこピュッて出せばいいのは、だから簡単なのはあれですよ、 Z モデラーでインサートポイントですよ。一番簡単なのはこのところに、あの、ただ問題はこれのエッジの生成の時に問題あるかなと思って、これスパッと切ってるだけなんですけど、ただあのここにインサートポイントってあるんで、ここに1個ポイントをつけますよね。で、あの、まあムーブブラシでいいと思うんですけど、でこういう感じですよ。あれこんなとこに行っちゃってるね。なんかこういう形状になると無理なんですかね。ちょっとトランスフォーム入ってるよね。トランスフォーム、まああれですよ、問題が起きたらあれですよね、これをあれですよ、ここのとこ、まあだからあれですよね、なんちゅうんですか、ここがいらないのであればですよ、ここだけ切って、これだけ取ってもう一回複製すればいいんですよ。まあだから どうなんでしょうね。いや、でも、ね、サブツールで、まああれですよね、まあこっちを、まあ、とりあえず残すと考えて、でまあとりあえず形状をなんとかしたいな。まあだからあれですよ、まあ大体形状が分かったから、トランスフォームで、まあ、シンメトリーに大体なってるということで、まあとりあえず、まあもうめんどくさいのでモデリングは進めていこうじゃないですよね。あの、そういうことにあまりこだわってはいけないですよね。で、まあしょうがないから、これで、Z モデラーで、まあポイントをつけるじゃないですか。で、またムーブにして、
こうやってとりあえず作っておくんですよ。ちょっと何て言うんですかね。とりあえず作ってるんです。とりあえず作っておくんですよ。そんなのに延々時間を取っていては仕事にならないっていうやつですよね。一応到達目的は、まあ、要するに年賀状に使いたいというやつですから、年賀状にプリントするのははがきのサイズだから、それにそれなりにそれっぽい写真が1枚撮れれば、写真というかスクリーンショットみたいなのが撮れればいいんですっていうやつですよね。無言になってしまったんですけど、無言になって申し訳ないんですけど、まあ、片方だけとりあえず形状がなんとかなってればいいんですよ。理由は半分コピーすればいいだけなので、まあ状況によってはというやつですけど。こういうイメージですよね。こういう、まああれですか、アニメ孫悟空の牛魔王なんですかね。まあ、本来的にはこれもうちょっとひねった方がいいんですけど、なんかツイストとかあるんですけど、なんかツイストってよくわかんないな。こんなぐらいですかね。で、まあ、でローテートというか、こんな感じで、回転軸上にぐるっとひねりたいっていうやつですよね。まあこれちょっとひねったかな。ひねりをが効いてきたかな。そんなことは別に説明しなくてもいいと思うんですけど。で、まあ最終的にというか、まあこんな感じですよね、イメージ的には。でこっち何にもなってないじゃんっていうのは、まあだからそういうの気にしない方がいいですよ。
片方だけひねってるっていうキャラあるじゃないですか。そういうことを言うてるんじゃないんですけど。だからそれはもうさ、今まで一回 やってるやつですよ。一回だけ。このメカのやつでは一回やったかな、それに関しては。確か一回なんかどっかで、そのブリッジというやつですよ。なんていうんですか、クローズホールズでもギリギリいけるかな、ちょっとその記憶がちょっとないんですけど、クローズホールズで生成するという方法があるかもしれないんですけど、ブリッジのが個人的には面白かったというやつですよね。でまあイメージ的にというか、まあこんな、まあ、ちょっと形状がまだあいまいなんですけど、まあ3時分だって、ちょっとこれで第3話かな、ちょっと片方がまずいんですけど、その片方、これをもう一方同じようにしようという話を次やろうかなという話ですね。ちょっとシンメトリーが切れちゃっておかしくなっちゃったっていうのを直す方法ですよね。次そういうことにしようかな。